どうもー、ひかちゃん。いやー、まあいいわ、とにかく始まった始まった。まずは、皆様に、はいはい、結果、途中経過発表。体重か。はい。あれ、いつだったっけ、やり始めたのが。12月のね、2か3か。え、そんなもんだった。今日今撮ってんのが12。あ、もう1週間も経ったね。1週間ちょっと、10日ぐらいか、じゃあ10日ぐらい経ったのかな。はい。どんなことしてますか。私ですか。うん、まずはお酒を我慢。あれ以来も一滴も飲んでません。これが飲みたいと思わなくなってきた。実際ね、2週間目ぐらいめっちゃしんどかったね。怒り狂ってたもんね。もう何かとね、映画行こうとか、映画行ったらさ、映画のついで飲んだりさ、とか行こうみたいな、どっか行ったついでになんかこう機械飲酒だったらいいかなっていう気がねしてくるんですよ。でもね、あの、乗り越えたけど、まだ分からん。3ヶ月ぐらいは抜け出せないらしいからここまで来たらもう大丈夫よ。まあね、もうだけど3週間ぐらい経つのかな、ちょうど。うん、うん、そんな感じですけど、だいぶいいですよ。特にね、特にお酒をやめたというか、まあ、ちょっとストップしてる、した、1週間ぐらいしたところからむちゃくちゃ眠たくなるのよ。お、うん、9時に寝て、はい、8時起きる。一回も起きない、夜。え、11時間ぐらい。8時半で起きてるさ。8時に起きて、8時、しょうがないじゃないの、その酒抜くんだから。あれだから酒抜くために必要なことだったんや。これあるあるみたい。あのさ、皆様聞いてほしいんだけど、はい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 、今日さ、今これ動画撮り始めたの8時17分、集合は7時半。なんでこうなったでしょうか。遅いのよ。本当にね、まだと思って。本当にチンタラチンタラ。こっちは朝風呂入ったんよ。サブロだボケナス。こっちはね。サブロですよね、皆さん。サブロか。は。いや、サブロで遅くなるでしょ。うん、だって。まあまあまあ乗ってみろよ。乗ってみようか、体重計ね。はい、いいですよ。ひかちゃんはどうよ。ひかちゃんはさ、特別さ、うん、運動はまあ変わらずダンスに行ってるぐらいかな。はあはあ、あとは食事。食事ね、もう気をつけてます。おやつなんか食べないし、今ね、うん、カルピスも。カルピス我慢ですか。キンカルしてる。え、何飲むのじゃあ今。うん、ルイボスティーとか、もう水とか。あ、そう。今日もお茶入れてきたよ。ええー。あとはバナナとか。あ、そうですか。ただいま 41.3。 この前が 42. 何歩だったかな。最初は始めた時は43に近かったかな。42.6 とかだったかな。そもそもがそんなに重たくないから、まあ1キロぐらい減っただけでも結構なもんよ。でも今日はこのね、靴下が重たいと思う。重たいよ、さんも。何それお前、それで仕事来たの。いや、やばっ。まあまあいいですよ。アルパカだよ。はい、次は、ゆみ先生。ゆみ先生、これ、こう鋼鉄のように重たさちょっと脱ぐよ。どこタイバー。ほら、ひかちゃんのほら見てよ、ね、小指だよ。はい、乗ってみましょう。ありがとうですよ。じゃじゃーん。すごいだろ。はい、 65.3。 やった。5キロいったね。5キロいったね。だって 70.4 って言ったもんな、時。だいぶ痩せましたわ。ランしてるな。走ってる。週に3回プールに行って、まあそれは前と変わってないけど、だいたいまあ毎日30分から1時間ぐらいは走ったり散歩したりしてる。5キロはやばいね。べ5キロけどね、全然苦じゃない。もうほとんど酒だったんだと思うよ。うん、5キロってさ、うん、なっちゃんぐらいおらんくなったぐらいだね。そうだ、うちの夏目くんが消えたね、俺の体が。ちょっと軽くなってきたよ。すごい。
でもまあ標準体重が63キロだから僕の身長だと、うんうん、BMI22 まではもうちょっとありますんで、それでやっと普通だから。その動画の企画でさ、うん、無理やり走って60何だって、はいはい、4って何まで減らしたことあるけど、うんうん、一瞬でリバウンドしたからね、うん、あれはもう維持させないと。そう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 、だから無理にすると維持できないから、うん、まあぼち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 ね、うん、酒はない方が朝の寝起きもいいよ。うん、あの二日酔いのベーってのがないもん。あれ毎日だったから、なんとなくダリーな、うん、今もうシャキーン。やっぱ11時間も寝てるからね。それシャキッとするかもしれない。寝すぎだね。ということでございまして、はい、まあ途中経過はこんな感じ、まあ、まあまたやっていこうや。うん、まあまたもう1週間後にちゃんとしたね、うん、あのいろいろな腹囲を測ってみたり、おーやってみようか、うん、してみるからね、うん、終わり。え、今日の動画終わり。終わりじゃねえよ、今日も他がメインだ。今の経過報告だけであんま乗り気じゃないんだよな、今日の。うん、まあね、うん、もうやってみよう。あのね、うん、うちの子とかが指しゃぶりやめないのよ。あと指しゃぶりやめなくて困ってる子いっぱいいるのよ。うん、で、そこでこれじゃじゃーん、ちょっとだいぶ汚くなっちゃってるけど、こういうね、こうなんかマニキュア、うん、マニキュア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 をこう塗っとくと、うん、こう指しゃぶりしても苦いみたいなね、うん、これを塗っとくとどれぐらい苦いのかなと思って、うん、どれぐらいやめられるのかな。ちなみにうちのね、うん、4番目の梅ちゃんはこれ塗ってやめた、うん、5番目の種が今絶賛2歳で指しゃべり中だけど、これ塗っても舐めないから、今プロテクターを装着してるから、ね、プロテクター装着してるけどなかなかやめられない。いや、けどこれだいぶね、一個その梅ちゃんっていうのはこれ塗って大丈夫だって、ものすごい苦さにしてたから、種は平気だから、どれぐらいの苦さなのかって試してみようと思って、うん、ちょっとやってみるか。じゃあちょっとやってみましょうか。はい、塗ってくださる？なんかえらいベタベタしてるね、これ。大丈夫？もうちょっとサラサラしてる。結構匂いはもっとマニキュアだよ、これ。そうなんだよね。大丈夫なの、これ舐めて。ちょっと乾くのに時間かかりそうです。匂いは本当にあのマニキュアの匂いです。なんかのツンとする。舐めていいの？舐めていいでしょ。間違えて違うマニキュア持ってきてない？ちょっと古くなっちゃってて、なんかもうちょっとトロトロなんだけどね、これボンドみたいになっちゃってますけど。こんな売れてるの初めて知ったね。ヘルプス、ストップ、ネイルバイジングって書いてますね。どういうことですか？指しゃぶり、指噛むのストップっていう意味だね。ちょっとやってみた。うん、そろそろいい。じゃあ、いただきます。はい、赤ちゃんの気分に。赤ちゃんの気持ちでね。まあ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 、うん、まあ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 、苦いね。舌がしびれた。これ何食べた後かな。あ、なんかこの唇にも全部ついてる。これ何？ちょっとティ。いやだ、そんなソーティッシュ使いたくない。ソーティッシュまず。分かったこの味。何？ピーマンが。味が。ピーマンが半分しか焼けてない時の味。え、こんな苦くないって。苦いよ。あ、苦い。なんかこう、ああ苦っ。センブリ茶とかこんなんなのかな、飲んだことないけど、うん、苦いしかない。これはすごいわ。これやめられるわ、俺だったら。あ、やめる。毎回これ、無理だな。種やめえな。美味しいんじゃない、これが。あ、苦い。あ、やばい。なんか焼けそう、ベロが焼けそう。あがががが、あが。バナナ食べる？バナナ食べる。バナナ持ってくる。バナナ持ってくる。待って、よっぽど食い地がかってないとこれやめる。なあ、これよっぽどの食い地だよね、これで食うの。じゃあバナナ食べるから。食い地が出た。なんかもう
気が抜けたらバズすぎてもう専用のやつですからね、舐めていいのはね。良い子は真似しないように。これね、うん、よく聞く、うん、まあ、試してみてください。多分売ってると思うけど、お父さんお母さんでね、マーバーなんで待ってる方、指しゃぶりも結構苦いですよ、うん、うちの子ね、まあ、いろいろ試した、うん、いろいろ試したけど、これが結局一番良かった気がする、うんうん、まあまあね、指しゃぶりでお困りの方多いと思うけど、うん、あんま指しゃぶるとね、こう出っ歯になっちゃうからね、ね、うん、ね、ということで、まあ、はい、効果があるので皆さんぜひね、まあ、試してみてください。多分なんか通販とかで売ってると思う、うん、指しゃぶり苦い、うん、メニューは、うん、検索してみてください。検索、はい、バイバイ、バイバイ。じゃーん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆり先生のひかチャンネルでは日常的な医療的な疑問に答えております。毎週水曜日は9時から生配信もしてます。あとはインスタグラムやテイクトーク、はい、見てね。いいですか？いいよ。